ふむ、来たか。まずは何時らにわらわの集めた人員を紹介しよう。この二人は何時らも知っておるな。純吉と茂じゃ。茂は経験豊富な編集者じゃ。そしてそやつと組んでおるのが作家の純吉。ここ最近いい作品が書けずに悩んでおるようじゃが、過去には若者たちの間で人気もあった。まあ独特な作風が魅力じゃな。里見は八重堂の主力作家じゃ。複数の筆名を使い分け、さまざまな作風の物語を書いておる。もちろん筆名は企業秘密じゃ。我らで小説を書き上げ、新生探偵筆記を打倒する。どうじゃ、これで安心したか。なるほど、そういうことだったのか。なら次は何時らの集めてきた読者が求める作品について話してもらおうかの。ふむ、見たこともない設定、展開の早い物語、綺麗な挿絵に爽快感か。確かにそれら要素のある小説は売り上げが期待できるじゃろう。じゃがそれよりも重要なのが、作品に描かれる現実感を伝えられるかどうかじゃ。たとえ娯楽小説であってもな。だんだん分かってきたけど、結局どうやって書けばいいんだ。見たこともない設定って言われても、どんな設定にすればいいかわからないぞ。その言葉を理解する前に、まずは自分の読者層を把握する必要がある。例えば新生探偵筆記、わらわにとっては陽子など知り尽くしておるものじゃ。じゃが人々には目新しいものとして映る。これが作者と読者の間にある情報の差じゃ。わっぱよ、何時は旅人として、稲妻の人々が知らぬことをあまたと知っておろう。何時にとって見慣れたものでも、人々にとっては全く知らない、見たこともない設定になるはずじゃ。そういうことか。じゃあモンドとリーユへのことで何か思いつかないか考えてみようぜ。でもそれだと新生探偵筆記と違う感じの小説になっちゃうけど、大丈夫か。問題ない。何も新生探偵筆記と争うことだけを考える必要はない。何時らはただ自らの経験や興味深い話を提供するだけで良いのじゃ。それが面白いものであれば、ここにいる専門家たちが自然とより良いものに仕上げてくれるじゃろう。よし、じゃあまず第一章の内容から考えようぜ。何かいいアイデアはあるか。おい、そんなの読みたいやつなんていないだろう。ふむ、100点満点中90点じゃな。異世界で空飛ぶ非常食とは一体どんな味で、どう調理するのじゃろうな。こういった物語の始まりは、読者の興味を引くことができる。料理を題材にした作品を甘く見るでないぞ。食とは誰もが興味を持つ分野じゃからな。おい、悪くないな、わっぱよ。自らの経験のみだけでなく、どうやら何時も娯楽小説をよく読んでおるようじゃ。どれも要点を押さえておる。みんなはどう思う？これらの考えから面白い物語は作れそうか？はい、大丈夫だと思います。ついつい設定を複雑にしてしまうのが僕の癖ですが、この状況ならぴったりかと。ならよい。第一章はこれで進めるとしよう。次は第二章じゃ。まだ続けるのか。読者というのは読むのが早いんじゃ。苦労して人気を得ても、続きが出なければすぐに離れてしまう。じゃからほれ、第二章を作るぞ。それに里見も待っておる。お、どうしたんだ、
眉間にシワが寄ってるけど。はあ、初心者ならではの発想で良い案がまだまだ出てくるかと思ったが、まさかこんなにも早くそれが訪れるとは。どういうことだ？これはスランプという名の魔王じゃ。突如として現れる生涯の敵、作者に死と同等の苦しみを与え、魂を売ってしまいたくなるほどの絶望を与える。なんとなくわかるような。こういう時は美味しいものでも食べて心を落ち着かせるに限る。天使よ、油揚げを一つ、それとこやつらに串焼きを頼む。味付けは普通でよい。安心せ、わらわのおごりじゃ。おごり？そういえばオイラたちこんなに頑張って小説を作ってるんだし、もちろん原稿料はもらえるんだよな。当然じゃ、創作に参加した全員にあるぞ。やったー、よし早くスランプを退治しろ。オイラたちの原稿料のためにも頭をフル回転させるんだ。お、何かひらめいたのか？どれどれ。リーユエにたどり着いた主人公はモラを払えずにいる男性と出会う。しかし後にその人物がかの有名な元王帝君だということを知るのであった。七星の助力と千人の加護、そして広大な大地を自由気ままに旅をする。これが俗に言う爽快感ってやつか。ふむ、わらわの評価は98点じゃ。爽快感がありこれといった欠点もない。それにかの帝君にまつわる伝説は数多くある。きっと人々の興味を引くことじゃろう。少なくとも市場価値はある。良いじゃろう。そうか、勝利が気にしないといいんだけど。よし、これで里見も物語が書けるじゃろう。お任せください八重様。第三章は稲妻の物語を書くぞ。この章はわらわが手伝おう。メガリレーや抵抗軍を参考にしても良いじゃろうな。何か案はあるか。ふむ、何時にぴったりな物語じゃな。事実とほとんど相違ない。大丈夫じゃ、稲妻で起きたことならば少し現実味を加えた方が読者の気も引きやすい。じゃがわらわが何時にお守りを授けたところは少し改変する必要がある。不思議な狐お姉さんは主人公に願いを叶えるおまじないを教え、主人公はそれを頼りに雷電将軍を打ち倒した。これに変えるとしよう。おえ、それって神聖鍛錬筆記のおまじないと真っ向勝負するってことか。そうとも言える。主人公が呪文を唱えるところは物語が出来上がった後わらわが直々に書き加えよう。でもこれで大丈夫なのか。本当に神聖鍛錬筆記に勝てるのかな。内容はこれで問題ない。じゃが宣伝がまだ足りぬ。絵師に連絡して挿絵を描いてもらおう。無論神聖鍛錬筆記に負けぬものをじゃ。それから帯の推薦文は最近話題のひなさんに書いてもらうとしよう。彼女は月刊漢字に設けてある読者質問欄の専属作家じゃ。稲妻の人々にも人気がある。皆が創作しておる間何時はしばし休むとよい。それと八重堂でひなさんに推薦文を書いてもらうよう依頼を出しておいてくれぬか。原稿が完成したら
小説を提出する場所で落ち合おう。到達しておる。そうじゃな、キツネお姉さんから教わったおまじないは、うむ、これじゃ。より神秘的なものにせねばな。